先ほど行われたワイルドカードからの準決勝進出者を発表したいと思います。まず 1A 部門の準決勝進出者の発表です。 1A 部門は5名準決勝進出者発表させていただきます。まず第1位トータルポイント 98.9 ポイント、照屋修一選手、おめでとうございます。第2位トータルポイント 93.4 ポイント、高瀬壮選手、おめでとうございます。第3位トータルポイント 85.2 ポイント、森井和樹選手、おめでとうございます。続いて第4位トータルポイント 83.4 ポイント、佐藤優斗選手、おめでとうございます。そして最後の準決勝進出者となります、第5位トータルポイント 83.3 ポイント、坂本拓海選手、おめでとうございます。続いて 2A 部門の結果を発表いたします。 2A 部門第1位トータルポイント100ポイント、木澤優選手、おめでとうございます。最後に 5A 部門の発表をいたします。 5A 部門第1位トータルポイント100ポイント、照屋修一選手、おめでとうございます。以上が準決勝進出者となりますので、選手の皆様、準備の方をよろしくお願いいたします。誠におめでとうございます。それでは、演技開始前に、1A 部門のジャッジをご紹介させていただきます。順不同で、ご紹介させていただきます。